本日は中国メディアが論じた客観的に見た現在の世界の軍事力ランキングについて話していきたいと思います。それでは行きましょう。中国メディアは4月22日、日本人の目から見た世界の軍事強国にはどんな国があるのかについて分析する記事を掲載したそうだ。具体的なランキングなどではなく、日本人の一般的な認識としての軍事強国について綴っていました。中国の記事では、日本人にとっての軍事力は間違いなくアメリカだと紹介していて、日本はアメリカの弟部であるため、アメリカを世界一位と思うのは当然だと思う。中国はアメリカは本当に世界一位だと指摘しています。世界最先端の武器を持ち、技術面でも経済面でも世界一だからだと説明しているが、この点を否定する人はまずいないだろう。次いで2位は中国だと記事で紹介した。これには多くの中国人が意外に思うようだ。なぜなら、日本人は中国を客観的に評価できているとは思っていないからだと記事は分析していて、日本人のこの評価は客観的で正しいと主張した。中国の軍事力はアメリカとはまだ差があるものの、中国の発展スピードは世界一位で、武器も自己開発しているのはすごいと日本人は高く評価していると誇らしげにこの記事では伝えたそうです。続いて3位がロシア、4位が日本だと日本人は見ていると紹介。ロシアが3番目の位置を占めているのは、北方領土問題ではあっても日本は強く出れないほどの軍事力が高いからで、4位に日本としているのはロシアの軍事力には届かないものの、インドやフランス、イギリスなどよりも上だと自己評価していると伝えた。もっともこれらの国は不服だろうとしている。日本はなかなか分かっていると評価しているが、それは中国が日本人に意外なほど高く評価されているからであろう。この記事に対し、うぬぼれてはいけない、日本に認められたからといって利益になるな、みたいなコメントが多く寄せられたそうです。また軍事力1位とされているアメリカは武力だけでなく常に革新を続けて発展しているのに対し、中国は自画自賛する表現が多い。世界における中国の立ち位置に関しては、中国人は意外と自らを客観的には見れている。これで軍事力1位は中国と言い出していたら、すごく批判を浴びていたのではないでしょうか。皆様はどう思いますか？コメントをお待ちしています。それでは。いつどんな時でも私たちの住んでいる日本を支えているのは自衛隊なのです。動画をご視聴いただきありがとうございました。これからも速報で皆様により良い動画をお届けします。今回の動画で感じたことや知りたいことをどしどしコメントをお待ちしています。最後にチャンネル登録、グッド評価もよろしくお願いします。おすすめ動画やチャンネル登録ボタンも載せておくので、ぜひともよろしくお願いします。